どうした、もう終わりか。カムロ町のチンピラも質が落ちたな。カイトさん、阿久津か。阿久津ダイム、知り合い。元搭乗会の極道だ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所、いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや、この件仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事でな、最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今カムロ町中でレースになってんだよ。相馬って RK って半グレのリーダーだ。そいつも元搭乗会で、相馬和樹。搭乗会みんな半グレになっちゃってんのかよ。極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせだ、ダイモンのメンツだ、うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえ。あとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとかだ。本当はそんなもんどうでもいいんだ。その代わり気に入らねえやつがいりゃ、ただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにぶっすりと行く。背中には気をつけんだぞ、探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。彼、阿久津だっけ。搭乗会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK なんかの頭文字。知らねえよ。ヤクザ辞めていきなり横文字になっちまった。搭乗会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ。だがその分敷居が低くて、手っ取り早く金が欲しかっただけの仇が、RK に近づくとコロッと半グレに転んじまう。なるほどね。搭乗会といや、最近東と会ってる。ああ、あいつはもっと搭乗会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されて、そのオーナーに収まったからな。組にいた若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。あいにくだったな、阿久津。俺はお前の下につくほど安かねえんだよ。別にわざわざ探偵辞める必要もねえんだよ、海藤さん。ただ必要な時に必要なだけ RK に協力してほしいってだけだ。笑わせんね。それが十分鬱陶しいっつってんだ。いつまでもカッコつけてんなよ。こっちも部下の目があんだ。こんな袖にされたんじゃ顔が立たねえ。顔だのメンツだの、結局ヤクザじゃねえか。搭乗会の後釜にでもなろうってのか、お前と相馬で。
仲間なら他にもいる。極道崩れたチンピラのガキでもだろ。そんな寄せ集めで何ができんだ。だからあんたを誘ってんじゃねえか。寄せ集めを鍛えてやってくれよ。睨みの効く心強い仲間が欲しいんだよ。クズどものお目付け役をやれってか。興味ねえ。カムロ町の裏社会はまだまだ金になる。そこにもう登場界の極道はいねえ。俺らだけでいくらでも食い荒らすことができんだ。で、たっぷり稼いだらその後は仇に戻って悠々自適よ。仇に戻ってだと？おうよ。何か自分の好きな店持つとか、初恋だった女と初対持つってのもどうだ。極道にはできなかったことだ。だったら俺へのこの勧誘は何だ。一度裏の世界に足突っ込んだ奴はそのしがらみから逃げらんねえ。俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようか俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。もう俺らに構うな。俺らねえ、もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら八神も入れてやるさ。もう構うなっつってんだぜ。そりゃお前の態度次第だろ。仲間にならねえやつは敵とみなす。バカと組む気はねえ。そうかよ。おい、みんなここに集めろ。ええ。おい、全員こっちに来ちゃったよ。こんなことになるんじゃないかと思ったからさ。てめえ。ほら、お前がここに来ることまでお見通しだったぜ。かかってこないならもう行かせてもらうけど。行かせるわけねえだろ。ああ、素人がそんなもん簡単に出しちゃって知らない？お前らこそ何にも分かっちゃいねえ。もうこの町は俺らのもんなんだよ。誰がお前らの町だって。バカ言ってんじゃねえ。まだ俺の許しが出てねえだろ。頭数揃えたってこのざまじゃな。何か言いたいこともあるか、阿久津。あんたらのスタンスは理解したよ。ならもう俺らにつきまとうな。ああ、いいよ。わかったわかった。それでいい。な、阿久津。なんでここに？いつからいた？来たのは今。ああ、こりゃむちゃくちゃだ。あいつが相馬だぜ。RK のリーダー。ああ、だと思った。お前、分かった分かったってなんだよ。何にも状況分かってねえだろうが。海藤さんに勧誘断れたんだろ。で、そちらは八神探偵事務所の所長さん。何年か前までは弁護士、今は海藤さんの相棒だ。現場は俺に任せるんだったろ。お前は簡単に出てくんな。それだとお前に好き勝手されちゃうじゃん。たまには俺も顔見せて締めなきゃ。風かい？誇りっぽいとこうなるんだ。組にいた頃はよくこれで親父たちに殴られた。汚ねえ音出すんじゃねえって。で、噛まずにほっとくと今度は鼻垂らすなって殴られんだろ。ああ、そうそう。やっぱりあんたとは一緒にやりたかったな、海藤さん。あんたもだよ、八神さん。いつかあんたらに入っとけばよかったと思われるように RK をでかくする。見返してやる。だけど当面そっちにはお構いしない。これでいいか。話が早くていい。マジで言ってんだぞ。リーダーってのはそうでなきゃな。まだ何か？
今日は町であの写真の男は探してないの？ほら、手下たちに探させてたやつ、ガールズバーのマネージャーだっけ？何年か前にカムロ町から消えたって。あいつのことはもういいのか？ああ、どうやらもう死んでるらしいってとこまで分かった。殺されたんだな。最初からカムロ町で急に姿消えたってやつだし、別に驚きもしないよ。どうも、少しだけ気になってたんだ。お役に立てたようで何よりだ。よし、じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、カイトさんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ、阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに？よう、阿久津、なんでお前がここにいんだ？おい、俺らこっちだって。カイトだ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな、あの野郎。偉人中に何の用だ？わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある？いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。あれも RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ、カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ふん、ま、奴らが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。クワナ？なんであんたがここに？沢先生とつながってるのか、あんたが。参ったな。どういうことだよ。便利屋の仕事で来たなんて言わないよな。よう。なんで RK がここに？いや、後ろからも来てる。どうなってる？こいつらのお目当てはお前じゃない。俺がはめられたんだ。連中の狙いは俺だ。あんたがなんで狙われるんだ？こいつらカムロ町のもんだぞ。阿久津、沢先生、あの人はどうした？どいつもこいつもだんまりかよ。とりあえず二人ともとっ捕まえろ。やりすぎて殺さねえようにな。いつまで調子乗ってんだ。お呼びじゃねえみたいよ、やがみ。お互い様だろ。沢先生、大丈夫？今警察を呼びます。助かります。ここに。おい、逃げるぞヤガビ。先行け。こいつらあんたを狙ってんだろ。すまねえ。お前らヤガビだ。わかります、阿久津さん。下にも人をやってます。俺らもすぐ行きますんで。んじゃあまあ、残された者同士仕切り直していくか。余計なとこにシャシャリ出てきやがって。ざけてんじゃねえぞこれ。クワナ。よう、
待ってたぞ。逃げ足が遅いんじゃねえの。もう回り込まれちまっててよ。やがみ、まだ俺らの邪魔すんのか。いい加減ドラム缶に詰めて沈めんぞ。それ海沿いで言われるとちょっとあれだな。脅しに負けんな名探偵。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。沢先生は何も教えちゃくれなかったからさ。先のことは気にすんな。どう転ぼうがてめえはもう長かねえ。終わりだ、ヤガミ。クアナ、おい、クアナ。くそ、礼も言わずにトンズラかよ。止まれ、ヤガミ。さすがにタフだな。でももういいだろう。そりゃお前次第だな。なんだ。沢先生、やめろ。くっ、相馬も来てたのか。お前までこの女とつながってたとはな。お前らは何をやってんだ。何が狙いで動いてる。名探偵なんだろう。当ててみな。いや、時間切れだ。ん？こいつのスマホはその辺に捨てろ。 GPS で位置がバレるからな。よかった、もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。うちのメンバー素人に毛が生えたようなもんだろ。人の殴り方とか加減が分かってないんだよな。そうま、意識もはっきりしてきた。いや、あんたがタフでよかった。これでじっくり話し合いができる。八神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もおとがめなしなんだから。こいつがあそこに来たのは想定外だ。下手打ったのは俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろうが。分かった分かった。でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。あ？痛えか。痛えよな。くな、見たろ。まず痛み、それから恐怖だ。痛みを感じて怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。それで初めて情報が聞き出せるだよな。俺は人の嘘を見抜く。俺が昔親父に褒められたただ一つの特技なんだ。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ、八神さん。あんた、あの女先生とはどういう仲なんだ。同僚だよ。ほんの何日か前からだけどさ。てめえ何言ってんだ。口挟むなよ、阿久津。あ？俺に任せてお前は黙ってろ。集中したいんだ。それに八神さんは今何も嘘をついちゃいない。ただ言葉足らずだよな。聞くよ、沢先生と同僚ってのはどういうことだ。
俺は清涼校からいじめ調査の依頼を受けてた。それで沢先生とは同僚みたいなもんだってこと。なるほど。彼女はどうした？今頃は自分の部屋で休んでる。別に彼女に用はないんでね。俺らの狙いは桑名か。そうそう、あんたあいつを桑名って呼んでるよな。どうもそこが俺らの調べと違ってる。うん。その桑名ってのは偽名だ。偽名？ああ、あいつはなんだ、あんたの前でどういう肩書きになってる？質問の答えは2秒以内だ。桑名ってのは何者だ？便利屋だ。偉人町のみんな知ってる。こっちで長いこと便利屋をやってるらしい。便利屋さんか。へえ。その口ぶりじゃあんたも最近あいつを知ったのかな。ああ。彼本名は北方ってんだよ。聞き覚えは？そっか、答えなくていいよ。初耳だって顔に書いてある。俺でなくたってわかる。じゃああんたが言うとこのその桑名さんがどこへ逃げたか当てはあるか？俺たちは奴に用があるんだ。もし知っててもお前らには絶対に教えない。絶対に教えないね。ま、今のも嘘じゃない。ただ正確に言うと知らないから教えられないだろ。あんたはその便利屋の情報を何も持っちゃいないんだ。それが何を意味するかわかるか？お前らにとって俺は用済み。下手に賢いとこういう時損だな。じゃあ俺からも質問でーす。この場面で俺たちはお前を生かして返すでしょうか、それとも生かして返さないでしょうか。その顔は答えを知ってるって感じだな。多分正解だ。あっさり殺すような真似はしねえ。殴り殺しにする。じっくりと時間をかけて地獄を味わってもらうぜ。お前らは偉人町まで来て何をしてんだ。なんで桑名を追ってる。あいつが何をした。メイドの土産に教えてやるってとこだが、そいつもくれてやる気ある。した探偵さんよ、まだまだ終わりじゃねえぞ。おい、あれの準備だ。立たせろ。暴れねえようにしっかり押さえとけ。こんなチャンスめったにねえぞ。動画撮っとけ。お、人間どこまで切られたら死ぬかやってみたって映像だ。再生数すげえだろうな。だろう、ヤガミ。手の先っちゃから少しずつ切り落としていってやる。まずは右の手首、そして左手首、右肘、左肘。こいつは儀式だ。てめえから行け。切り込み隊長にして。俺らもやるんすか？全員やるんだよ。
今後 RK に逆らったもんがどうなるか、みんなこいつの死に様で思い知ることになるんだ。ここにいる全員やるまで死なせんなよ。さっさと行け。でもやめとけ。阿久津はどうせ自分じゃやらねえぞ。え？スマホの前で証拠取られるようなマネやるわけがねえ。結局お前らが、お前らだけがバカを見る。言ってくれるじゃねえか。ふざけやがって。あらわたからぶちまけてやる。ターボが随分世話になったみてえじゃねえか、阿久津。これから見せ場が始まるとこだ。そこでおとなしく見てろよ。いやいや、そうはいかないよ。おい、出口下げ。全員ここで始末する。分かってるな。もう今さら抜けらんねえぞお前ら。そうだな、俺もここにいる全員、誰も逃がす気はないよ。うん、やれるんだな、タボー。なんだったら休んでてもいいぞ。それはどうだろう、カイトーさん。ヤガミさん、自分の手でやらなきゃ収まんないって顔してる。まだやられてえのか、ヤガミ。楽しませてくれるじゃねえの。やっぱゴルジニア美味しい。ずっと首輪でもつけて手元に置いとくとするか。多分今の俺がお前をどんだけ殴っても罪に問われないんじゃないかな。情状酌量で。ああ、お返しさせてもらうぜ、阿久津。クアナを追ってんだ。あいつが何をした。どうして沢先生とクアナがつながってる。質問が多すぎるな、このイカレ野郎。カムロ町で河合信也を探してたのは何でだ。お前らは何をしてるんだ。タボ、タフだね、あの人。しかも逃げ足早。やろう、あれは途中からここ逃げる隙伺ってやがったな。しっかり余力残してやがった。マジかよ、随分冷静じゃん。ええ、こっちの思ってる以上に場数は踏んでるらしい。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。ああ、なるほど。こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて、明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がね。有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か。でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと、
そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか、白崎先生。どういうことですか。前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。神室町はさ、もううちの門がいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだが、それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た。誰の差し金だ。あ、どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか。まずい状況なのは私ではなく、あなた方がです。なんだ。よう、思ったより探すの大変だったよ、阿久津。なるほど、沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな、三下のお前が。組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが、東、お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。いやがな、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してえのは相馬の方なんだがよ。とりあえず今夜は、てめえらで我慢してやる。カイト、てめえまだ殺されたんなかったかよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは、今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めるかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一丁景気いいの頼むぜ。そうですか、ではお三方やっておしまい。おっしゃ。ゾア靴、これでゆっくり話せるな。相馬はどこだ。あいつはどこに隠れてる。知らねえ、あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ。お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうが、ごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えて、かすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。
この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。搭乗階を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。けど相馬よ、搭乗階に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのただで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この国は終わりだ、俺が殺されるわけがない、余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがった。どういうことだ。あの頃もう搭乗会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのに、あいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が利くのは間違いねえ。搭乗会が先細ってる間、あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで、裏からそれを操るのは相馬。 RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？じゃあ相馬が河合信也を神室町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。なんだよ思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ん？どういうこと？公安そのものって。ああ、公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのをエースを作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして公安は自分らのエースにする。公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。すると警察の情報にやたら詳しく、嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？さっき阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき搭乗会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。搭乗会のことも神室町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は搭乗会の解散を見越して動けたわけか。ええ、そして組を抜けたあいつがやったのは
東城会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだったってのはどうだ。その手の奴らを公安で把握監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元東城会の極道を勧誘してる。つまり RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたらどうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうってズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入。おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が。あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。相馬が本当に公安で今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだってんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。やめろ。